映画公開記念七竜戦隊竜ソージャー激アツ座談会イエーイ。勇猛の騎竜ソーレッド公約の一ノ瀬隼です。よろしくお願いします。ベンイチの騎士竜ソーブルーベルト役の綱啓人です。よろしくお願いします。老犬の騎士竜ソーピンクアスナ役の尾崎一子です。よろしくお願いします。疾風の騎士竜ソーグリーントア役の小原ゆいとです。よろしくお願いします。威風の騎士竜ソーブラックバンバ役の岸田達也です。よろしくお願いいたします。栄光の騎士竜ソーゴールドカナラ役の兵藤勝美です。よろしくお願いします。そして司会を務めさせていただきます、東映宣伝の田中と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。テレビ放送が始まってもう数ヶ月が経ちましたけれども、どうでしょう、現場の雰囲気ってすごい皆さんもう雰囲気出てますけど、仲がいいっていう話をよく聞くんですけれども、実際にはそのところどうなんでしょう。嘘ではないですなんかその見せかけのとか営業用ではなく、本当に仲が良くいつも楽しくねやらせてもらってます。オフの時間もほぼ一緒にいるんじゃないのかな、このメンバーで。そう、もう今人生がここみたいな感じになってます。もうずっと一緒にいますからね。まあそこに新しく入ってきた彼はどんな風に僕たちを。地方ロケだったんですけど、初日から大浴場で一緒にみんなお風呂入って、その後部屋でみんなでダンス練習して、で、やってたね。うん、ちょっとなんか不思議な感覚ですよね。初めてちゃんとお会いする方とその日にも、そのお風呂で一緒に入ったりとか、一緒に踊り行く、部屋に行くっていうのはちょっとすごい不思議な感覚で、けどみんなが優しいおかげですっごい今も、ね、仕事以外でもプライベートでもすごい仲良くしてもらってるし、京都さんも慣れたなんてもんじゃないですね。もうすっかり一員として馴染まれて。そうですね。馴染まれたっていう感じはないです。先輩なんじゃないかぐらいですね。確かにオフの時は追加戦しかないもん。追加されたかな、なんか最初からいるような感じですね。もうちょっと追加感出した方がいい。オフの時はその誰がご飯行こうよとかって先導切って言ってくるんですか。もうそれすらもう流れていけるくらい仲がいいというか、ね、そうなんか決めていくっていうよりは、そうです、何か食べたいってあったらじゃあみんなで行こうみたいな感じになることの方が多い気がします。そうです、決めていったことはあんまないかもしれないですね、うん、その日の撮影の終わりに合わせて行けそうだったら行こうみたいな。それから一緒にいて当たり前の存在にもなってる。うん、僕よく自分がお腹空いたから道連れにします。この前行きましたね。この前お寿司食べたいからって二人連れてきました。あ、じゃあもう6人でもなくて、もう2人とか3人とかでもそれぞれ行ったりもしたりする。そうですね。綱さんとか誰とよく。綱さんみんなと仲いいです。そうですね。でもやっぱ颯がやっぱ一番最初からいるので、なんとなく。なんとなく数秒早くている時間がちょっと長いのかな。数秒秒って何じゃんか比べるようなもんじゃないですか。そうですね、それくらい皆さん長い。まだまだ竜ソージャーについて皆さん知りたいという方たくさんいると思うんですけれども、そこでこれから出すお題に最も当てはまると思う人をせーので指さしてもらうっていうものをちょっと、例えば一番かこの中でモテる人はせーので指さすみたいな感じです。ちょっと面白い。答えが書いてあるんで、第一印象と実際のキャラが一番違った人は。うわ難しいな。うわ難しい、これ真剣みたいです。やばい。嘘全然違う。あでも難しい。あれどうしよう。いきますよ。せーの。めっちゃ交差してる。おすごい。あれちょっと待って。交差してるの。ほらすごい。僕は。ちのせさんはでも3人一番票数が多い。いますよね。ごめんなさい、あでも一か。あ間違えたか。ちょっと早くやね。221。あ一。あ票数。あじゃあ自分何もないってことですね、逆に。そのまま、そのまま、ちょっと話を聞いてみようと思ったけど、小原さん、どう？いや、もう、最初、お会いした時は、超真面目で、なんかもう、すごいこう、なんですかね、もう、
おとなしいっていうか物事に対してまっすぐっていう感じだったんですけど、今でもそうなんですけど、物事に対してのその真面目さは変わんないんですけど、こうちょっとその慣れ出した時のその絡みっていうのがなんか思ってたのとちょっと違うっていうか、なんかこう僕が思ってたそのおとなしい感じのとは全然真逆ぐらいのすごいこう楽しい絡みをしてくる方だったので、あ、こういう絡み方をしてくるんだすごい僕なんかびっくりした記憶があって、なんかちょっと一番なんか印象に残ってるというか。そうですね、最初会った時はなんか、まあ、頭もいいのでやっぱりなんか初対面だからちゃんとすんごい礼儀正しくて真面目で、あ、頭いいなみたいな。で、そこ流行ってから話しかけてきたので、うわ、めっちゃなんか慣れ慣れしいじゃんみたいな。僕が人見知りなんで、それは助かったんですけど、で、しんかった悪い意味、悪い意味じゃなくていい意味だよ、いい意味で仲良くなるにつれて、もちろん真面目でとかそういうのは変わんないんですけど、それをベースに、まあ面白かったり、ノリが良かったり、なんか思ってなかった面白い部分がいっぱい出てきたので、それは僕の中で一番ギャップがあった人です。うーん、佐々木さんは誰刺されましたか？佐々木です。はどういった印象は、まず顔合わせの時に会った時、まあ多分人見知り、本人の人見知りだから静かだったのと、まあ、ブルーって聞いてたので、私の中の戦隊ブルーって勝手にクールなイメージっていうのがあったので、まあ、クールな人なんだろうと思ってたし、まあ、静かだったので、まあ、静かでクールでって思ってたんですけども、静かでもないクールでもないっていう、もうガチ真逆でっていうので、まあ、面白くて本当に明るいので、それがもう真逆だったので、ギャップが一番多かったのかなっていうので、スナビにしました。クールを全否定してるのはちょっとなんか分かんないクール要素はないよプライベートでクール要素はないよ。ここからじゃあ出していきますか。ヒロさんは今誰を推すか？ヒロ達也さん。達也なんだ。え、でしょ、俺も分でもないよね。え、逆にこの自分、まあそれこそ自分は途中から入ってきたので、あの最初見てるじゃないですか、うん、で、まあこの通りすごいもう本当になんていうのかな、もうそれクールじゃん、クールじゃんクールそれあげないバリバリクールなん本当にクールなんやけど、実際そのプライベートの時はクールじゃないよね、うん、なんか可愛い部分があるんですよ、ね、すごい優しくてなんか一緒に行って楽しいし、ついてきたから先輩なんですけどどっかポンって可愛いとかふってたまにあるんですよ、うん、これちょっとずるいなってでも私も迷った、ツナピかパズニーで、うんうん、そうなん、ずるいなって言われてますけど言わないでよこういうのかな、こういうのかな、嬉しい。一番のいじられキャラは、あー全員一致でしょ、これは一致早いですね。ではやってみましょうか、せーの頑張ってんじゃん。じゃあ次のお題いきましょう。いや、もう聞くまでもない、聞くまでもない、やだよ、大丈夫です。いや、まあ、そうですね、言われてますけれども、あー、そうですね、もう全部自分で話してもらって。いや、なぜいじられてる、全然僕この現場来るまで、まあ、軽くはいじられてましたけど、ここまでいじられることは正直人生でなかったんですよ。なんで異常にいじってくるから、僕もなんか最近いじられキャラとかなのかなってなんか思ってるんですけどなんかもうちょっとクールになりたいなって思ってます。なんかかっこいいキャラ、なんかリアクションがすごい面白いリアクションを取ってくれるので、うん、そう、いじたら絶対何かこう面白いのが返ってくるっていう確信があるんですよ。そうそう、面白いリアクションをカメラに収めたいですね。あー、厳しいっすか、今度お願いします。びっくり、まんまやまんまや、やったー、やった実はファンの方からも皆さんに質問が届いておりまして、事前にシネマトゥデイの公式ツイッターと YouTube コミュニティで募集してもらった質問の方からちょっと選んで皆さんに質問させていただければと思うんですけれども、もう1問目が、もしも別のキャラクターを演じるとしたらどの役をやってみたいですか。あ、いいと思います。
いやもう本当結構どのキャラクターもすごい色が濃くて、うん、僕のそのコーンのキャラクターとは全然違うので、まあ、全部やってみたいっていうのもあるんですけど、あえてのアスナ。あ、そうか。あ、こっちが変わったじゃん。全然、まあ、まず、まあ、ご曲と同じ違うっていうのもありますけど、ぶりっ子なんてこうやることないんで、なんとなくクールとかだ、クールめであったりとか、明るかったりとか、まあ、婚活もすごい魅力的なキャラクターではあるんですけど、なんかもう、全く自分と自分が普通に生きてたら演じないというか、演じる機会も少なそうなアスナやらせてほしいなっていうふうに思います。尾崎さんはどの方を？もうずっと最初から変わんないんですけど、トア。トアがやりたくて、遊びやすそうなキャラクターというか、なんかそのちょっとなんだろうな、意地悪だったりだとか、いろんなその可愛がられる要素がいっぱいあるので、私はそれをちょっとうまく使って演じたいなっていうのは最初から思ってたので、トアですね。じゃあその小原さん。僕はメルト。いやその何か考えないと真面目にめちゃくちゃ真面目にやってるんですけど、それがこう報われないかったりとかするっていう、なんかこう何ですかね、やりがいがあるっていうか、こうやってて、なんかこうキャラとしてもすごい面白いですし、こういじられる、まあ、劇中でもこうだんだんいじられていきたりとかあるんで、そういった部分とかですごいなんかこう美味しいじゃないですけど、なんかやってて面白そうだなと思うので、メルトをやってみたいなと思ってました。スナさんどうでしょう。どうやってみたいですか。マジで全員やってみたいんですけど、カナロですかね僕は。婚活。まず名乗りが栄光の騎士。まず栄光の騎士って言いたいっていうのが。なんか台本送られてきて、追加選手の最初に見たときに、婚活キャラっていうのが僕の中で一番、まあ、楽しそうだなと思って。カナロやってみたいですね。魔法だしに半分、半分コンなんですよ。ゴールドコンなんですね。もうゴールドコンなんで、ちょっと色が近いので。確かに。ヒロトさんはどなたやってみたい。でも自分はバンバです。すごい綺麗に割れました。綺麗に割れました。本当だ。余ったから言ってくれたんですよ。ちょうありがとうね。理由を聞いてみましょう。そのうちに秘めてるものが出さないから魅力的ですよね。それが一番の魅力だなと思って、その、ね、まあ、話進んでいけば分かるんだろうですけど、ね、そこでパッてそれが物語として出た時のバンバの、ね、でかいがもうすごいもういいよね。それは思うよね。みんな楽しみにしてる。そう、そこをもう演じがいもあるし、やってみたいなって一番思ってました最初から。最後に岸田さん、まだ言われてない人はい。じゃあ、ウイで。ウイ。いや、確かにウイちゃん。いや、なんだって、吹越さんと芝居したいっすね。一番近い位置で吹越さんを見ることができるっていうのはね、やっぱり他の作品でなかなか吹越さんとご一緒できる機会って多分ないので、この戦隊でやるなら、まあ赤はもちろんなんですけど、多分みんなそうだと思うけど、やっぱレッドのポジションって重いよね、やはり。なかなかね、レッドやりたいって言えないよ。責任がない。君はすごいよ、本当に。OK、今まで。ありがとう。ちゃんと全員褒められて終わりました。すごい顔が見たい。OK。ファンの皆様からお願いも届いておりまして、紙に書かれておりますので、木下さん、お願いカードを読み上げてくださいと。はい。リュウソウジャーキャストの皆様へお願い。男性はかっこいいポーズでかっこいいセリフを、女性はかわいいポーズでかわいいセリフをアドリブで言ってください。アドリブ？お願いします。そうです。やばいじゃん。それぞれカメラ目線で披露です。えトップバッター一ノ瀬さんから。え、マジで。まだ一ノ瀬最後のがやばいですか。一ノ瀬さんから鳥にしましょう。振り上げて、じゃあ、スマさん。あ、だって、なんか、トップバッターもやだ。振り上げたら、いいんだよ。そこパッと行って。マジで、いつもやってんじゃん。今日、泊まり行ってもいいかな。え、そういうの。そういうの。やだ、やだ、やだ。そういうの。終わったわ。
って確認したところで。じゃあ次、おさきさん。大好き。あーあー、まあそういうことね。そういうことこれで、ね、OK です。こういうことびっくりした。そういうこと、小原さん。流走じゃ、楽しみにしといてね。いけぼ。やばいやばい、どうしたの、宣伝には貢献してくれてます。ありがとうございます。じゃあ、岸田さん。どうしたらいいの？かわいいな、純粋。いきます。開脚旋風脚怖くないですか？いきます。そのハート、打ち抜いてやるよ。もう、焼くの？そう、焼くの？めちゃめちゃ、焼きの？焼肉定食。最初に最初に最初に。ということで、ここからは映画20年代冷蔵庫ザ・ムービータイムスリップ恐竜パニックの話を聞いていきたいと思います。流走者としてこれが初の映画になるんですけれども、まあ、公開を控えて今のお気持ちはいかがなものでしょうか。すいませんから、お願いします。自身にとっても初めての映画だったので、すごく緊張したんですけれども、スタッフの皆さんとか監督とかの、あとみんなのキャスト、みんなのおかげで、いつもといい意味で、差異なく1月から培ってきたコウっていうキャラクターを出していけたかなっていうふうに。まだテレビシリーズではない映像だったりお芝居だったりキャラクターだったりがたくさん溢れてる作品で、でその中でアフレコでちょっとだけ映像を見たんですけど、その時もみんなでやべこれ超かっこいいっていうシーンいくつかあって、まだ完成したものは見れてないんですけど、まあ、自分もそれはすごく楽しみなのでぜひ皆さん見てほしいです。まあ、映画撮影中に印象的な出来事はありましたか？お聞きできればと思うんですけど、おさきさん。印象的な出来事、いやもうほんと単純に撮影環境がものすごく過酷な日があって、強風豪雨みたいな時にやったので本当に失敗もできないみたいな緊張感もみんなにありましたし、本当にその日集中力がすごかったんじゃないかなと思って、寒かったし、もうなんかその環境ゆえみんなのその何だろうな気持ちも一つになったっていうのもあるので、それはすごい見どころというか頑張ったので楽しいも見てほしいなって思います。恐竜博物館に行かせていただいて、まずこ の地方ロケっていうのが初めてで、みんなこうお泊まりをして撮影するっていうのもすごい初めてな経験をさせていただいて、そこの中でその福井の恐竜博物館に行かせていただいた時にはこう何ですかね、こう小さい頃からずっとこう恐竜とかってやっぱもう憧れっていうか、そのなんかいろいろ知りたかったりとか興味持っていたことなんで、その博物館でこう撮影ができるっていうのも、あの実物大の化石とかもありましたし、その中でこうお芝居させていただくっていうのは本当にこうこれからこのお仕事をしていく中でこうもう一回あるかないかとか、そういった本日のその珍しい経験をさせていただいたので、そこの中で僕の中ですごい印象に残っています。まあその恐竜博物館にでやらせてもらったっていうのはなんかやっぱリューソージャーとしてやっぱ恐竜が自分たちに一人ずつ一匹ずつ相棒がみたいなのがいるわけでやっぱりで、けど恐竜って想像でしかないというか自分たちの中で、ただそれを間近であそこで見て撮影現場に入れたっていうのは、なんかその映画以外の部分でも今後自分たちで役を掘り下げていく上でなんか距離身近で感じれたっていうのはすごい大きいなって思ってて、だから自分のクランクインの現場がそこだったので、それはなんか最初で良かったなっていうのをすごい思いました。岸田さんへのちょっと別の質問がありまして、あ、考えてたんだ。大丈夫です。岸田さんの物語もそろそろ中盤に差し掛かってきますけれども、はい、バンバの元カノと思わしき人物が前日登場しまして、そうですね、まあ、可愛らしいバンバの一番見られるのはそれぞれのキャラクターの魅力もより際立ってきたんですけど、ええ、今後の展開や見どころみたいなところって
いやもう本当に追加戦士っていうところで今まで5人でやってたバランスが1回崩れましたし、それぞれの立ち位置っていうのは再確認する、まあ、いい機会にもなったでしょうし、この劇場版っていうのは、まあ、5人でいる機会、まあ、6人でいる機会がすごく多かったので、ドラマでは2人と3人に分かれる機会が多かったんですけども、この劇場版を経てまたそれぞれがそれぞれの役割っていうのはすごく再確認できたんではないかなって僕は思っていて、まあそこは今後生かされていくし、まあ兄弟ではまだ知らされてないことが山ほどありますから、それがどういうふうに動いていくかもそうですし、まあ彼らで言えばマスターがもし今後出てくるのであればそれは面白いこともあるだろうし、彼らの知らないこともまだありますから、そういう部分は本当に楽しみにしていただいていいんじゃないかなと。まああとね、追加選手はまあ何でもいいですけど。何でもいいですけど。七竜戦隊竜ソージャーザ・ムービータイムスリップ恐竜パニック7月26日公開。竜ソージャーが目覚めたのは恐竜の時代？6500万年前の竜ソージャー？この夏竜ソージャー誕生の秘密に迫る。そして隕石大激突？巨大マイナスを出現。果たして未来を守れるのか。竜ソージ我ら竜ソー族こそ地球の支配者たる存在なのだ。俺はみんなと笑顔で同じ未来を見たいんだ。七竜戦隊竜ソージャーザ・ムービータイムスリップ恐竜パニック。